10月27日、松山市安城寺町の特別養護老人ホーム安寿荘で森のある町づくり植樹祭が開催されました。安寿荘は建て替え工事が完了し、旧施設のあった隣接地は施設利用者が憩いの場として利用できる公園に整備されました。森のある町づくり伊予銀行が中心となって植樹を推進している森のある町づくりを進める会の協力で、今回この公園の垣根としてレッドロビン60本が植樹されました。はじめに記念植樹の山桜が植えられた後、施設の職員や福住町の桜保育園の園児8人が一緒に植樹を行いました。これもお願いします。この子お名前がレイちゃん。上手。もともとうちの法人緑が大好きで、うちの法人の病院の歌の中にも緑という言葉があるんですけど、それぐらい緑にマッチする法人だと思ってます。それで伊予銀行さんの今回の企画がすごく合うなと思いまして、ご協力させていただきました。あそこにあるのが山桜という、あんまりソメイヨシノのようにいっぱい花を咲くんじゃなくて、山の中に昔からある桜の原木だそうです。でレッドロビンはですね、やっぱりものすごく赤くなるので、で咲く期間がかなり長いみたいなんですね。なのでいいなって、お年寄りも喜んでくれるかなと思ってこの花を選びました。特に今日桜保育園の園児の皆さんがお越しになりまして、そのお子さんたちの成長とともに大きくなって、もう一つよく言えば、あの中の一人でも二人でも、ここのお年寄りをサポートできるような方になってくれたらいいなって思いながら植えました。また安寿会理事長は、来年の春には緑に囲まれた芝生の上で入居されている高齢者の方々がお花見やさまざまなレクレーションで楽しいひとときを過ごしてもらえる姿を楽しみにしていると話していました。